こんにちはクリオです、えーと。2020年の6月の25日になります。えー、本日はどのようなお話をしていこうかと思いますと、えー、と昨日、スペースゼロ新宿ですね、でスタートしました。曖昧ばかりの世界、舞台ですね。浜浦彩乃ちゃん主演と申し上げましょう。えー、とこちらを見てまい、えー、りまして、そして、 まあ感想を述べるんですけれどもストーリーに関係のない部分ということなのでほぼほぼネタバレのないそんなコーナーを使って使ってですって作っていきたいと思っております、えー、国のチャンネル様々なねエンターテインメント特にハロプロは関連は多いですけどもその辺毎日のように更新しておりますのでよろしければチャンネル登録の方してお付き合いいただけると最高に嬉しいですでは早速届けお届けしてまいりましょうえっ、ー、とね僕ね今回のこの舞台大変感動しました ままず感動ししたたポイントととといいいいうところをお話していきたいと思います、えーとね、ソーシャルディスタンス当然もう皆さんこのご時世と言っていいんですかね舞台をやるときにとても重要だと思いますその叶えられている映画館とかで最近使われているような形だと思うんですけどもそこを生かしそして出入り口の殺菌徹底というような形ですよねウイルス対策ということだと思います えー、そして舞台がスタートするや否や細かいことは言わないんですけどもまさにこの2020年のウイルス問題のものが起こってからの世界世の中というのがなければなし得なかった舞台そして演出様々だったと思っております、えー、特になんですけどここの物語に関係ない部分ですからあれなんですけどこのねフェイスガードであったりマスクであったりというのを 俳優の皆さん舞台俳優の皆さんですね、えー、着用しながらというシーンがいくつかありますその中で声を張っていって負けない舞台、えー、そしてホールを鳴らしていく、えー、声の張り方なんていうところ本当に何かあの気持ちが入っているというのかな俺たちはこんなんじゃ負けないぞというようなそういう意思表明みたいなのが伝わってくるそんな感じがしました。 俳優の方々も短いそして充実したというわけではない稽古だったと思いますけれどもそういうことは全く感じさせない一つのまとまった人間が何か一つの作品を作っていくものというのはどういった状況下でも気持ち一個で決まるんだぜというような僕はそういうようなメッセージが裏に流れていたそんなような気がしました。 まずここが感動したポイントの一つですねで当然二つ目浜浦彩乃ちゃんが主演しております浜ちゃんがどんな感じだったかというのを注意深く見ておりました浜ちゃんもだと思うんですけれどもインスタライブなんかでね、えー、と告知この舞台様々されていたので拝見していて、えー、演出の方も含めてですよねこの春馬真一さんというところもう皆さん不安な中でやられていたもうそれはもう ブブイブイ感じてくる表現どうかと思いますけどビビンビンに感じててくるってことなんですよねでその中で一つずつこの初日この舞台を成功させてやるんだという気持ち浜ちゃんにも乗り移ってたと思います特に大きく2つあったと思います一つは浜ちゃん自身が、うん、演劇女子部以外での舞台というの本人も言っていますね男性が入ってた舞台というところがほぼほぼ未経験と言ってよかったと思います。 でもその中で、えー、溶け込んでいこうという姿勢、えー、今までこぶしファクトリー時代に見たあ演劇女子部での浜ちゃんとはもちろん違う役割ではあるんですけれども溶け込んでいこうという姿勢頑張りが前に出てたか出てないかと言ったらとても出ていて感じましたまあそこが周りの俳優陣もおそらく分かっているのでケアしながらというような舞台だったと思いますですけれどもその バランス感っていうのかな僕はそれで見たんですけどバランス感というところでどどれを誰を立たすっていうんではない自然なハマちゃんの配信の気をつけて気をかけてですかやってくれたんじゃないかなってそんな風に感じましたでもう一つです、えー、と彼女の役割というところで当然ハロプロの場合だと何か落とののあるる役割というのをすすんですねあそれはアイドルというどうしても最後にアイドルファンが来ているというところですから。 何かケアをしていくものであったり何かキャラクター的にその後の本人に差し支えのないようなと申しますかそういったところを役割として持たせる傾向があると思います、えー、でも舞台俳優ということになってきますと舞台女優ということになってきますとその配慮というのはむしろ必要ないそんなシーンですよねそんなシチュエーションが多いということですよねでその浜ちゃんを見ることができたということですねまあ非常にこれもあんまり物語には関係ないからでお話しますと まあ詐欺ですすよ <laughs> 人を騙すでヤクザが出てきてヤクザの中で、えー、と浜ちゃんがどういう役割どういうような立ち位置を取るのかというところなんですけどもここは乱暴に言ってしまえば今までのアイドル浜浦綾乃とは違うところに持ち場をいただいたんじゃないのかとそういうふうに僕は感じ取りましたね。 なんか全体像の中で2020年でなければなし得ないところがあるんですが少しずつノスタルジックなそのヤクザ詐欺というようなテーマでソーシャルディスタンスがありますから少しずつ僕ら世代にも届くような若者ではなくても分かるようなものも織り込まれているというような僕はなんかそこが。 頑張ったって失礼なんですけどプロの方々に頑張ってこのシチュエーションバランスを作ったんだなっていうところはすごく感じておりましたそして何よりも2020年型このコロナショックのものがなければ書けなかったであろうヒストリーこれを書いてくれたということが素晴らしかったしそこをこなしていた浜ちゃんが素晴らしかったということでこの2つを挙げましたではそして大きなところで最後の僕の感想というところなんですけどももう述べていってしまいますとこの宇野雄也さんという方 私ね、ちゃんと見たの初めてだったんですけどすごく気持ちの配り、そしてリーダーシップの取れる俳優なんだなということがすごく確認できてなんだか新ししい発見がありましたね、まあ、そこに、えー、と春間真一さんという思いというのが乗り移っているんだと思うんですけども、まあ、全員ですよ、当然舞台は一つ作るためには全員どの俳優も女優も叶えていかないといけないところがたくさんあるはずなので。 で,そこが手探りではあるんですけどそれは伝わってきましたでも手探りではあるんですけどここ成功させないと次ねえぞっていう気持ちこれが伝わってくるっていうのは何かいいものを見ましたね特に最後今申し上げました宇野悠也さんがもうこの規模の500人ぐらいというふうに申し上げられてましたけどこの規模の舞台をスタートしたのは自分たちが最初だと。 もうこれ彼が言うに十分な、まあ、舞台の本編の中での動きなんですよねそして一つにしていこうというようなで我々も見ているお客さんも含めて今日が新たなリスタートなんだよというような僕こういうことを初日の舞台で体感できうんまあもちろんこの後ももう一回行かせていただくんですけど。 えーとその中でつな、えー、がっていくストーリーというのがあることこれとても重要だなと思いましたね、うん、最後に伝えたいことというのは舞台といいうのは人間がやってるんですなので人間が人間間がに伝えることそれが絶対のファーストのはずなんですよねでそこを気持ちが入ってる入っていないというようなところで言ったら入ってるに決まってるんですよ全員が。で見る方もこれ大丈夫なのかなってなんか うん俳優の方々ハマちゃんもそうですよ何かこれをやることによってマイナスな面っていうのは出てくるんじゃないのかなってそういう少なからずの緊張感があって見ていました、うん、ですけれども僕はスペースゼロもちろんハマちゃんにも思い入れ深い舞台あそこはステージですよまあねえ直近の「拳ファクトリーが」が私から言わせれば最後の舞台というところですよねそこをやってまだ1年経ってないですよね でそ,のそこに帰ってきて今「拳ファクトリー」以降の正直言うと不安も垣間見れるハマちゃんの活動が当たり前のように行われた僕はそれを確認できたことが何よりも昨日は感動しました、ね、あと何人か我々、まあ、ハロータですよねのファンの連中とも再会できなんか少し2020年の夏に向かうこのタイミングで。 え光と申しますか日常というところの大切さというのを一人一人の顔を見ていても舞台だけじゃなく僕はお客さんも見ていてそうだったんですけど何かこの期間得てあ良かったね明日以降また面白いもの違う角度違う視点で見れるようになるよねというそういったものを舞台そのものと空間とあとお客さん連中とお話しする中で僕は感じ取ることができました。 えと「曖昧ばかりの世界」まだまだ千秋楽まで1週間ぐらいですけどね1週間弱ですか時間がありますけどもおすすめの舞台で僕の話しているところ細部までは届かないでしょうけども確認できああ国をこういうこと言いたかったんだなこういうところでは納得できるななるほどこれは今来ていて正解そんなふうに思えるそんな瞬間が訪れると思います是非僕も千秋楽行くのはもう確実なので。 お会いできた時はこの舞台のお話そしてハ浜ちゃんの今の話何よりも素敵な俳優陣たちのお話というのができたら嬉しいと思いますてな感じで今日は <laughs> 皆さんと一緒にこの時間が過ごせたことを嬉しく思いますではまたお会いしましょう以上、くにょチャンネルでしたじゃあね